今季国内ツアー最終戦出場については、まだ考えています女子ゴルフの国内ツアーの豚、グループマスターズ GC レディースは、21日から、兵庫、マスターズ GC、6571ヤード、バー72で行われる、渋野ひな子、サントリーは20日の会見で、2学年下の小康綾香、富士通が、 自身と同様に12月開催の来季前女子ツアー最終予選会旧スクールを受験をすることを歓迎。一緒に頑張ろうと声をかけたことを明かした。渋野日菜子は嬉しかったですと声を弾ませた。古子が米女子ツアー挑戦を決めた感想を求められ、正直に言った。実は出ないの。と聞いたら、 出るんですと言われてあっそうなの一緒に頑張ろうねっていう感じでしたかっこ笑い仲間感覚というかライバルではあるんですけど一緒に戦う日本人として一緒に頑張ろうという感じでした来季の米女子ツアー最終予選会は12月2日から5日9から12日の 経営4日間144ホール、各週4ラウンドの72ホールの累積スコアで上位45位タイまでが来期の出場権を獲得するが、渋野ひな子は以前から出場を公言していた。フルコーはこの日、国内ツアー最終戦の JLP がツアー選手権、離行杯、11月25から28日、 宮崎 CC まで出場した後に渡米することを明言したが渋野ひな子は離婚杯に出るかどうかはまだ考えていますと話しているマスターズ GC レディース渋野ひな子が30代もバリバリ現役誓う理想は44歳大戦超えるのは厳しいけど30代でも現役バリバリを目指す女子ゴルフの渋野ひなこ22イコールサントリーが 1> 第1戦で長くプレーした意向を明かした20日渋野日向子は国内ツアーの豚グループマスターズ GC レディース21日開幕兵庫マスターズ GC のプロアマ戦後公式会見に出席キム・ハヌル33イコール韓国の引退について聞かれめちゃくちゃ喋った記憶はないけど 本当に優しい方。日本の女子プロゴルフ界を盛り上げてくださった方が引退されるのは、すごく寂しいと語った。その上で、自身のキャリアプランについて、できれば30歳超えてもバリバリやりたい思いはある。その年になってみないと気持ちだったり、体だったり、今はわからないけど、 今の願望としては戦っていたいなっていう思いがあると言及した目指すはツアーで活躍を続ける大山志保44イコール大和ハウス工業超えるのは厳しいけどやっぱり大山さんくらいにはなりたいと意気込みを見せた女子ゴルフ界はキム・ハヌルのように30代前半で引退を選ぶ選手も少なくない 元世界ランキング1位の宮里愛、サントリーも32歳だった2017年限りで引退している。女子ゴルフ界の世代交代が加速し続ける中、渋野ひな子は、どう生き残っていくのだろうか。マスターズ GC レディス、全州部位の古ルが、米ツアー最終予選会挑戦を、明言、少しでも若い方がいい女子ゴルフのここを綾か。 21イコール富士通が20日国内ツアーのぶたグループマスターズ GC レディス21日開幕兵庫マスターズ GC の公式会見で12月の米ツアー最終予選会長戦を明言した先週の富士通レディスで優勝したフルコーは決断した理由はファイナルキューティーに行ける資格があったので それが今しかないことかもと思ったのと海外とは時差もあって色々いろいろ大変なので少しでも若い方がいいかなと思ってエントリーしましたと説明以前は米ツアー挑戦の意向はなかったが7から8月にかけて参戦した海外メジャーエビアン選手権で4位 AIG 全英女子オープンで20位に入ったことで 考えに変化が生まれ、決断に至った。そんな古港に、同じく最終予選会を受ける支部の日菜子22イコールサントリーは、私は嬉しかったです。発表前に出ないの。って聞いたら、出るんですって言ったので、ライバルではあるけど、一緒に戦う日本人として、 一緒に頑張ろうという感じだったと共同を誓った。